ラーメンができた。うん、なんかさっきから竿気になるな。もしこれでダメだったら帰りますね。ユーマーズメまでやればなんか釣れるかもしれないけど、また40キロぐらいの荷物抱えて、あの崖登るのはちょっと薄暗いのはちょっと危ない気がするんでね。いや、カレーの唐揚げなんかうまかったんで、ちょっと釈然としないけど、カレー買って帰りますね。釣れない釣り師の。なんかね、このね、うねりがやらしいんだ。釣れない釣り師の。サタというやつか。ていうか、朝この場所でやってた人もガンガン釣ってたんだけどな。なんかもう30センチぐらいありそうな立派な曲がれとか、なんか30、40枚ガサガサ釣ってたね。なんか親子だと思うんだけど、親子のおじさんとおじいさんだと思うんだけど、いや、彼らが釣っちゃってもう魚がいないのかもしれない。でもカレーの唐揚げ、カレー味すごい美味しかったな。やっぱ波だ。じゃあ、ま、崖から落ちて死ななければ、ま、この動画を編集したいと思います。なんか昔の東映映画のなんか最初のあれみたいだね。 波しぶきがドボーンって。俺天気予報1メートルぐらいって言ったんだけどな。1メートルってこんなんだっけ。うねりが入ってるからか。いや、1メートルどころじゃねえ、これ3メートルぐらいあるだろう。これ3、4メートルぐらい波あるだろう。さっき天ぷらの近くまで、コンロの近くまで波一瞬ボーって来たから、俺やべえやべえと思って火ついてるしね。一瞬焦ったんだ、さっき。それじゃあねー。